どうもお疲れ様ですそれではですね37週目の材料の方を確認していこうと思います37週目というと9月の11日から15日までの5日間になります月曜日はどうでしょうかね最初にマネーストックってありますけどもこれは気にしなくて大丈夫そうですそしてそれ以外に特に目立った材料はありません完全にテクニカルなんで朝から仕掛けていきそうですねえそして火曜日ですけども火曜日も 一日中何もありません。日米双方ともありませんので、ここは素直にね、上昇トレンドに乗るんではなかろうかと思いますが、もしかしたらね、月曜日の形によっては、転換が起きて、下落にしばらく向かうかもしれません。この判断は、月曜日に実際にしていこうと思います。じゃあ、水曜日ですね。水曜日にぼちぼちと材料が出始めましたけども、メインは夜、アメリカです。CPI が出ますんでね。 これは大きく今後のマーケットを構成づけると思いますですんで月火水はテクニカル通り木曜日詳しく言うと水曜日の夜から新しい展開が訪れますのでこれもいくつかねあの今までもパターンで申し上げましたけども月火水と木と金っていう感じで分けていくそんな週になると思いますで木曜日は朝はまあ大したことがないんでこの CPI がね収まるために 朝9時まで様子を見るっていう風にした方がいいんじゃないかなってところですねはいでえっ、ー、と ECB の政策金利もありますねで夜はやっぱり、えー、とこちらがあります氷売上高が来ますしその他の指標もあるんで木曜日は木曜日単体で、えー、マーケットが出来上がると思った方がいいでしょうそして金曜日は木曜日とまた違った形になります、えー、夜ユーロからラカルド ECB の定例記者会見がありますので、ここも多少影響すると思うんですよ。で、これは強く意識する必要はありませんけども、翌日金曜日の朝に落ち着いていくところを見ながら、金曜日のトレードをするかどうか決めればいいんじゃないかなと思います。はい、金曜日はね、夜にいろんな仕様があっても、もうこの時間はマーケット、も触ってないと思いますんで。まあ、金曜日も割と木曜日よりは簡単な金曜日になるんじゃないですか、次回は。山場、木曜日ですね。 木曜日は積極的なトレードを私は推奨しません。月火水は大いにやってください。そして木曜日ちょっとね、様子を見て、で、できる方は金曜日もやっていきましょう。おおむねテクニカルがそのまま生きる。そんな37週目になると思います。では、幸運を祈ります。